どうも、オナです。私はですね、今、台湾の高雄に来ております。今ですね、ホテルをチェックアウトいたしまして、これからね、もう、こちらの高雄から日本に戻る予定でございます。帰りなんですけれども、まあ、高雄からね、日本の直行便とかもね、あったりするんですけれども、今回は香港経由で帰国する予定でございます。というのも、まあ、香港のね、空港、全然行けてなかったっていうところもありますし、JAL のJGC プレミアっていうですね、ステータスがですね、来年3月切れちゃうんで、それをですね、持ってるとですね、香港空港に行くと、ファーストクラスのね、キャセイの、ラウンジがですね、使えたりしますので、ちょっとね、それも使ってないので、今まで、ね、使ってみたいなっていうこともありまして、今回、そのような感じで、キャセイで、帰ることにいたしました。ということで、ホテルチェックアウトして、今からですね、高雄空港に向かいます。まあ、ここからちょっと駅は離れてるんですけれども、乗り換えなしですね、地下鉄で行けるということなので、空港の方に伺いたいと思います。で、今ですね、4時過ぎとかになるんですけれども、フライトが19時30分になります。着くのは2時間前とかかな。すごくね、気候が、今回の台湾滞在で、この高雄はね、良くて、もう本当ね、11月とかですけれども、半袖で、過ごせるぐらい、なので、いい感じでした。では、行きましょう。うわ、地下鉄あっち。だいぶ残ってる。空港なのに全然人がいないな。ということで国際線になるのかな、結構寂しい感じですね。サイゴン、ホーチミンじゃない、香港ですね。はい、ということで私は乗るやつ U0135 便ですね。あ、コードシア便なんで実質的に2便ですね。変なとこ入っちゃった。かなりですね、ガランとしてるですね、カオシュン の空港でございます。キャセイで航空券自体は買ったんですけれども、コードシア便でまずは香港エクスプレスで向かうことになります。まあ、できればね、キャセイが良かったんですけれども、残念ながらこれしかカオシュンは飛んでなかったんで、こちらをですね、まあ、購入したという感じでございます。座席指定とかもできてなかったんでね、なんかエラーが出てコードシェア便だったんで、窓側とか取れるかな。まあ、LCC ですね、香港エクスプレスは。日本にも、まあね、コロナ前はめちゃめちゃ就航してて、最近戻ってきたのかな。じゃあもう今からチェックインしましょう。出発ロビーでちょうど目の前があれですね、香港エクスプレスでしたね。あ、でも香港久しぶりっすね、本当にね。2時間前ぐらいです。Would you choose a window seat? Yep. Yeah, that's right. But this flight will be delayed 30 minutes. Ah, 30, okay. I see. Thank you.チケットはこちらになりまして、まずは下のやつですね、ソールドアス CX キャセイになってますね。キャセイで販売されたみたいな書いてますね。で、次が羽田便になります、ということで無事もらいました。
あのマイルはね、なんかシステム上登録できない香港エクスプレスなんでっていう風に言われたんで、溜まってるかどうか分かんないね。多分コードシェア便なんで、あの今回のフライトも JAL の、 あのステータスを今回使ってるので溜まるとは思いますけど、でネットでも多分登録したと思うんですけどね、うん、ここに表示されてなかったんでですけど、とりあえずはここではできないということだったんで、あとラウンジもやっぱりね、ここのカオシュンではあの使う権利はないということでした、うん、まあ、あの今回メインはあくまで香港国際空港なんでそれは大丈夫です。ファーストクラスのラウンジがね使えるので30分遅れるとか言ってましたね。では今からですね、台湾出ようかと思います。台湾ね、久々にあの3年ぶりにもう1週間ぐらい滞在してましたけど、まあ、金門島行ったりとかですね、なかなかいい旅行ができたんじゃないかなって個人的には思ってます。いつも結構台北だけっていうのが多かったんですけど、今回台北以外も結構回れたんで、よかったら台湾を去ろうかと思います。次はまあ乗り継ぎではありますけど、香港のちょっと空気だけでも吸えるのが楽しみです。よっしゃー、香港エクスプレスはまだ来てないんですね。ということで空港自体めちゃめちゃ広いんですけども、うん、もうこの一便しかないんで、店やってるからちょっとお腹空いてるんだけど、そもそもラウンジとかあったりするのかな、プライオリティパスで攻めて入れたりとか思ったりするんですけども、一便しかないから閉まってそうだなってので、一応店はやってるっぽいな。主に免税品しかない。エバー航空のラウンジ閉まってますね。ここはあれなんだろう、アメックスプラチナのゴールデン入れるの、もしかしたらでも香港エクスプレスじゃダメかもしれないですけど、もう一つね、なんかねプライオリティパス入るラウンジがあるみたいなんですけども、やってるかな、やってないよな、一応行ってみるか、暇だから。閉まっちゃってますね。ここのね下がねザンモアラウンジっていうところで、あのプライオリティパスでも入れたみたいですけども、こんな風にシールされてるラウンジランミンになっちゃいました。ラウンジに入るために香港に行くのに、じゃあもうゲートの近く前に行きましょうか。幸いにもホームキッチンというここがやってます。食べましょう。まあラウンジね我慢するのもいいですけど、結構香港まで遠いですしね、行くのは多分夜9時とかあるんで、それまでちょっとごめんなさい、我慢できないです。あー、你好、まあこっち、はい、何しようかな。じゃあでもここにしようかな、これ一つ。紅茶がついています。アイスと。あ、じゃあアイス。はい。はい、嬉しい。はい、どうぞ。うまそう。どんぶりやん。台湾去る前の最後の食事です。厳密にはもう台湾出国してるんで、台湾のご飯とも言えないかもしれないですけど、まあ、細かいことは置いといてください。下にご飯が乗ってて美味しそうです。台湾はこれ見るとなんかやっぱりまだまだコロナ禍だなみたいな感じがするような気がします、ね、今日ホテルのラウンジずっと行って朝ご飯食べてホテルのラウンジちょいちょいみたいな感じだったんで、本当食べてないな。うん、うん、なんかちくわんつくいただきます。チャーシュー丼的な感じですね。これでは絶対まずいはずはない。美味しいです。ちょっとゆっくりいただきます。今回のフライトなんですけど、こんな感じですね。まず1時間35分あのかけてですね、香港に飛んで、そこから香港の空港で一晩12時間ぐらいですね、あの滞在して次の日香港から羽田に向かうというフライトでございます。まあなかなかねこのフライトで帰る人っていうのはあのいないと思うんですけども、本当に早く帰りたければ高速鉄道で台北行って、そこからねあの日本便乗った方が早いと思うんでね、であのこんな便で帰る人なかなかいないと思うんですけども、あのちょっと今回はもう香港に行きたいということで無理やりあのこれの日程を組みました。アミックスのマイページからですね、あの航空券とかホテルとかも予約することができるんですけれども、そこで予約しました。というのも今回値段はですね、値段は61,230円でございまして、ただですねアミックスプラチナであの2万円オフになるあのクーポンみたいなのをですねあの配ってたので、あのそのマイナス2万で41,230円で
予約することができました。アメックスプラチナね、年会費13万円って結構するんですけど、ちょこちょこねこういったなんかクーポンみたいな航空券割引2万円、あとホテル割引も2万円のクーポン今もらってるんですよね。年内に使えるやつ、またぜひどっかでちょっと使いたいなと思ってるんですけども、そういったものがあるんで、意外となんかそういったのちょこちょこキャンペーンとかでね、なんかキャッシュバックとかもやってるんで、トラベル系が多いんですけど結構あるんで、そこら辺使い倒せば全然年会費っていうのは高くない感じがしますね。まあ実質だってもう、ね、ホテルと航空券4万円分もらってるわけですから、ね、あと実質9万円、そっからまたなんかいろいろ細かいやつ買ったりとかするん で家族でね持つこともできるんで、だからアメックスパーチだって、ね、旅行される方にはね、なんかありなんじゃないかなっていうふうに思いますね。あと誕生日クレジットみたいな5000円もくれるんで、そういったのがなんか他にもなんかちょこあったりするんで、今回それ使わせてもらって予約しました。航空券自体も他の旅行会社のところと全然値段変わんないんで、ね、お得だったと思います。ご飯も食べて街の状態でございます。キャセイのページ見てるんですけど、これ見るとちゃんと JAL の前で登録されてましたね。なんでということで、大丈夫だと思います。ここのね、あの空港スタッフはね、私服なんですよね。私服って結構新しいと思うんですよね。まあ、あのね、LCC でね、カジュアルな格好っていうのは、まあ、見慣れてきましたけども、私服っていうのは初めて見たかもしれないですね。まあ、でもすごい親切でした。飛行機もやっぱり30分遅れてるみたいですし、今9時7分で、本当は19時搭乗開始、ボーディングタイムなんですけど、ディレイになってますし、まだ来てないんじゃないかな、下手したら。ちょっと見て。どうだ、まだ来てないわ。これは結構遅れそうだな。小銭はさようならという感じにしましょう。この50ドルももう今220円とかなりますか。それでここにレシートがね入ってると思うんですけども、たまにマナーが悪い人がね、あのレシートとか入れてたりとかする人もいると思うんですけども、台湾の場合ね、結構有名な話ではありますけれども、宝くじみたいななんかついてるんですよね。レシートを集めて当たった分は寄付になるみたいな、多分そんな思いを込めてやってると思うんで、余ったレシートはここに入れておくのもいいかもしれないですね。だいぶ待ってるんですけども、今ね8時5分にございまして、とっくに出発してるんですけども、帝国では7時30分なんで、ということで始まるみたいでしょ。もう飛行機来たんで、ちょっと見てみましょう。来てましたね。はっきりはちょっと見えないですけど、よかったです。 多分お客さんもそんな乗ってないんじゃないかなって思います。かといって荷物が多いので。久々の観光に。LCC になりますので、やっぱりピーチぐらいで、エアバス320、おなじみです。このエクスプレスは乗ったよって方も結構いるんじゃないですかね、この前に。羽田空港とかに就航してて、ね、結構、韓国ももちろん成田とかね、香港に安く行けるっていうので便利だったんで、私も。久々の香港系の航空会社を見て、ちょっとテンション上がりますね。後方にだいぶ人集めてる。前方は全然人いないんだけど、あっちは有料の座席なのかな、お金払わないといけない。ということで、なんかやたらみんな後ろにいるっていう感じです。前は全然いないですけど。
時間遅れです、ね。そこにも香港エクスプレスの機体がありますね。ここにも香港拠点にしてるんで、基本、まあ、香港に機体もあると思うんですけど、私は離陸いたします。では香港に、あの日本には帰りますけれども、ちょっと香港に寄って帰ります。ありがとうございました。夜のフライトだったら真っ暗な状態が続いておりましたけれども、さすが空港内は明るいですね。香港といえばやっぱりいろんな世界の航空会社が集結するところ。あ、でも全然人ももういないな。Please hold the handrail and don't walk. 请谨慎扶手，不要在电梯上走动。请紧握扶手，切勿在电梯上走动。Please hold the handrail. まあ本当であればね、あの入国したいところなんですけど。トランスファー、さすがあれですね、香港ですね。3時20分にニューヨーク行きとか結構ね、なんかなかなかないようなフライトもあったりしますね。ということで私が行く羽田便は8時55分のやつですね。書いてあって60番ゲートに止まってるみたいですね。
本当はね香港にもね入国したかったんですけれども、残念ながらめちゃめちゃ厳しい今、隔離はねなしで行けるんですけども、3日間はなんかこうテイクアウトしかできない、しかもなんか PCR 検査も受けつつ毎日なんか抗原検査も自分でしないといけないみたいな、もうはちゃめちゃな厳しい条件を、でもまあそれをやればまあ隔離なしで、まあ、入国できますよみたいなね感じになので、ちょっとさすがにそれはまだでもできないなっていうふうに思ったんで、今回はちょっと入国せずにという感じでやってきました。ということで、またぜひ香港をちょっとゆっくりという感じなんですけど、とりあえずは久々の空港内だけでもちょっと楽しめれば。人が全然いないだけだから空港はとにかくでかいですね。どんだけ歩かせんだってぐらいあります。トランジットということはトランジットがこっち、目の前乗り継ぎの荷物検査とかもやるとこがあるんですけれども、次はこちらですね。それでは乗り継ぎました。乗り継ぎあっさりですね。ラウンジを探して、今回の最大のミッションはファーストクラスの来日キャセイの、入るという感じなんで、ちょっと探して入らせて堪能させていただこうかなというふうに思います。さあ広いからどこにあるか分かんない、とりあえず歩いてみようか。でも久々の香港で空港に動画をですね、見ていただきましてありがとうございます。私はですね、ここドドンということですね、どこでしょうか、ぜひですね、よかったら当ててください。じゃが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 ということで、私はですね、今モンゴルに来ております。ということで、時期にですね、モンゴル、この動画もですね、出していこうと思っておりますので、ぜひね、楽しみにしていただければと思いますけれども、今回ですね、このモンゴルで、ネットはね、意外とでもね、今いるところも繋がったりとか繋がらなかったりとかするんですけども、インターネット、皆さんね、普段使われていると思いますけれども、やっぱり安全に、接続しようと思ったら、NordVPN 使ってますか？NordVPN に関してはですね、もうずっと動画で定期的にご紹介しておりますけれども、2年契約今回していただくとですね、非常にですね、お得ということなので、ぜひ普段ね、自宅以外でですね、インターネットをしたりとかですね、特に銀行とかクレジットカード決済とかね、なんかそういったことでですね、される方はですね、安全にですね、インターネット接続するっていうのは非常に重要なんで、誰かにね、盗み取られたとか、そういったリスクっていうのはですね、空港のフリー Wi-Fi とかね、繋いでたらありますので、ぜひともね、そういったところですね、VPN、契約してみてはどうでしょうか。接続は非常に簡単で、アプリを立ち上げて、クイック接続をクリックするだけで、自動的に VPN に接続することが可能です。基本的に一度接続すれば、もうずっとね、オンになってますので、その状態にしとけば OK です。常に安全な状態でインターネットができます。おすすめはですね、やっぱり2年プラン、私とコラボで特別価格、出させていただいておりますけれども、今ならね、4ヶ月無料のですね、プランっていうのをですね、用意しておりますので、ぜひね、ちょっとね、検討していただければと思います。ということでですね、こちらのですね、モンゴルでも私、NordVPN っていうのはですね、使っておりますし、あとね、最近で VPN で活躍したっていうとですね、私ね、ツイッターのですね、認証マークをですね、つけたんですよね。ツイッターね、有料で、認証マークですね、つけれるっていうですね、サービスを、始めるということでですね、アメリカがですね、先行して実は始まったんですけども、私ね、日本にいながら、VPN で認証もつけてもらったという感じなんで、こういったちょっとマイナーな、話なんですけども、いろいろ VPN って、そのね、安全に、接続するっていうだけじゃなくてですね、持ってて、なんかね、損はない、サービスなんで、場所によっては、この国だと、航空券が安く買えたりとか、ホテルが安くなったりとかね、そういったこともですね、細かいですけども、できたりするんでね、
あとね、見れなかった動画がですね、VPN 接続することによって、まあ見れるようになったとか、ね、前回も紹介しましたけども、最近はね、ヨーロッパで yahoo.co.jp がですね、繋がなくなったんですけども、そういったところもですね、VPN 使えばですね、なんとか見れたりとか、まあそういったメリットがとにかくたくさんありますので、まあぜひね、皆さん、VPN 契約してみてはどうでしょうか。ということで、ちょっとね、話は長くなりましたけども、この、モンゴルからですね、ノード VPN のご紹介でございました。この動画はできるだけ早く出していこうと思ってますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。では、皆さん、さよなら。本編どうぞ。トリップアドバイザーショップ、トリップアドバイザー香港なんだっけ、まあ、よくね、使ってますけどね。売ってるものはわりかしあれですね、なんかお土産的な感じの。あ、でも、それよりも合うんじゃ。メゾンカイザーとか。またやっぱり台湾とだいぶ雰囲気が違いますね。香港のはちょっと落ち着いてるって感じがしますね。あれ、こっちにラウンジがあるはずなんですけど、なんか行けない仕組みになってますね。一方通行になってますね。出れないのかな。なんか開けられてますね。ちょっといけないですね。まあ、でもご安心ください。実はね、ラウンジ2つあって、そう、ザ・ピアっていうの、ザ・ウィングっていう2つのファーストクラスのラウンジがありまして、多分ね、こっちの方にはもう1つザ・ピアの方かな、ありません。じゃあちょっと急遽そっちの方に向かいましょう。ラウンジランナーも出てきましたね。センチュリオンラウンジはあるんですよね。ここも入れます。明日のフライトがありましたね。一人いるけど、さすがに多分今待ってるってことはないけど、たまたまそこにいるだけだと思います。めちゃめちゃ遠かった。香港のエクスプレス降りてたら多分1キロぐらいある。今回お世話になりますね。ラウンジに関してはこのザ・ピアというところで地下に潜り込むわけですね。では行きましょう。Oh, sorry. Okay. I see. Ah, okay. 4-5. 5:30. Open. 5:30. Okay. Okay. Just show the Min Chi Sam when you come back. I see. Okay. Okay. Thank you. 無事入れたんですけども、問題は途中閉まるみたいですね。てっきり24時間と思ってたわ。まあでもいいや。1時。1時30分に閉まって5時半に開く。あ、結構人いるな。もう本当にこんなね、おしゃれな場所でもいい感じですね。でちょっとまずは探索してみましょう。どんなものがあるか、いろいろ調べたんですけどね、結構ね、本当にあるみたいで。バーもいいんですけど、私は飲めないんで、こっちのバーの方がいいですね。ヌードルバー。ヌードルバーか。おー、こんなところあるんですね。結構余裕のかかる食べられてる方が多いですね。あ、お茶があるんだ、ここは。いい。すごい。こんな感じで。ちょっと暗くてあれですけど、なんか飲むことができます。ここに仮眠室的なところ。仮眠室的なところですね。你好。你好，can I order担担面？担担面。Anything else? And dirham, dim sum. Dim sum. Yes. What's the dim sum? Thank you. Thank you. Okay. 谢谢。谢谢じゃない。感谢。広东话。はい。とりあえず食います。変なやつある。ここはゼロプラス。はい。オッケー。先生。Thank you。行く。お願いします。
こんな感じです。事前にあの情報収集とかいろいろねまずいことが起きました。まあ、とりあえずはでもちょっと喉が渇いたので失礼いたします。やっぱり LCC って結構辛いですね。飲み物も狙いで何もすることないっていうところもありますし、すごい1時間でもそこそこ長く感じました。とりあえず食べます。担々麺です。香港来ましたね。これが食べれるだけでも来た価値あるかもしれない。うん、濃厚、すごいね。パックフードロバーすごいですね。めちゃめちゃうまいです。もちろん普通の食事もねあったりするんでいい感じなんですけど、今でもねここね、まあ、人が多いって言いましたけど、ここあれなんですよね、ビジネスクラスラウンジなんですよね。で本当はねあのファーストクラスラウンジもあるんですけれども、そこはねなんか今は入れないみたいで、まあ、コロナの影響だと思うんですけど、一応ねファーストクラス用にねちょっとそちらにスペースを、ね、確保してるんですけど、全然基本的にも一緒です。でビジネスクラス変わんないっていう感じです。だから JGC でも入れるとこですね。まあ、今回ちょっとファーストクラスのラウンジに、ね、お邪魔しようと思ってたんですけど、ちょっとそれはまだできなさそうですね。まあ、でも十分に担々麺も、ね、食べれてますし、もう十分すぎるぐらいなんですけど、そこが1点。じゃあ次、ヒルさんおすすめのやつ、で先ほども言いましたけど、あの夜閉まっちゃうみたいですね。1時半に閉まってなんか5時半に開くって言ってたんで、4時間はね外にいないといけないみたいです。仮眠室とかあるのよね。当然24時間と思ったんですけど、そうでもないみたいですね。どうせ乗り継ぎであれば昼にすればよかったですね。大失敗ね。夜の、まあ、23時でまだ2時間半もあるんで、まあ、ちょっとゆっくりしようかと思います。まあ、他にもなんか美味しそうなのありますけど、ね、ちょっと夜なんで美味しそうなのいろいろありますね。ピザも美味しそうだね。香港ってすごいおしゃれですね。空港だけいても、まあ、空港にいるからかもしれないですけど、ね、感じますね。それだけの。4時間どうするかな。まあベンチで寝るしかないですね。ファーストクラスのラウンジ利用しに来たらまさかのね、ビジネスクラスのラウンジ、まあそれはねいいんですけども、ベンチで過ごすみたいなことないそうなんで、まあこれも楽しいです。この目の前にあるのはね、一応ワンワールドエメラルドファーストクラスの利用者がアクセスできるところなんですけども、でも一緒ですね。本当は別にあのファーストクラスラウンジがあるんですけども、そこは閉まってるということでした。しつこく聞いてみたんですけども、残念。そこはねマッサージ受けたりとかね、いろいろあるみたいなんでね、行きたいなと思ったんですけど、まだ香港は入国してもまあいろいろ条件があったりとかして、まだコロナ禍って感じですかね。まあ、そんな状況なんで、まあ、ゆっくりここでとりあえず過ごしましょう。シャワー浴びます。ここがトイレなんですよ。ここにシャワー浴びます。よし、落ち。こんな感じでホテルみたいに、先ほど言った通り本当はねバスタブがあるんですよ、ファーストクラスのラウンジは。ただこれでも十分あげたいですね。まあこれからね外で寝ることになるんで、せめて気持ちはさっぱりさせたいということで、シャワー使わせてもらいます。ありがたいです。
これありがたいですね。めっちゃさっぱり。歯も磨いちゃいましょうか。磨いたらもう今日は食べれないという誓いを、ね、することになるんですけど、でも行きましょう。さっぱりしました。じゃあ今まだ0時9分とかなんで、まだなんだかんだ言って1時間ぐらいあるんで、まあ、ちょっとパソコンとかでもしときましょうか。こんな感じで仮眠室もあるんですけども、そこに寝たら多分1時間ぐらい寝て起こされて出て行ってって一番多分不機嫌な感じになると思うんで、自分がそれはやめとこうと思います。ちなみに夜のフライトはメルボルン、あテルアビブ、キャセイも飛ばしてるんだ。あとバンクーバーとか長距離線が多いですね。ロサンゼルス、だいぶ人もでも減ってますね。実はね、1時半になってそんなに眠たくなくてね、うん、じゃあそろそろ出ないとな、出ないとなと思いつつも、1時半がね、1時31分になって32分になって、ね、今1時42分だ、それで閉まらないっていう感じだったんですけど、ニューヨークのフライトがねあるみたいで、まだね今日はねオープンするみたいで、本当なら多分閉まってると思うんですけども、うん、別にいてもいいよみたいな感じで言われたんで、じゃあ甘えさせて3時40分までいようと思います。でもやっぱりこれが終わると閉まるみたいです。本当に閉まるのかなって、閉まる詐欺じゃないかなって思うんですけど、いやでもありがたいですね。ということでちょっとパソコンしてたんで、まあ、引き続きじゃあパソコンしましょうか。ありがとうニューヨーク。3時なんですけどね、ちょっとそろそろ眠たくなってきたな。パソコンもしてたけど、それでね3時30分ニューヨーク出発でね、多分もう、ね、ボーディングとか帝国通りだと始まってると思うんですよね。多分お客さんもなんかちらほらいますし、なんかこれ閉まらないんじゃないかなと思うんですよね。食事とかの提供はねなくなってるんですけど、ドリンクだけはあるんですよね。それで、うん、デッキもついてますし、入れるならもうこのまま、ね、寝ようかと思うんですけども、仮眠ルームとかで、ね、起こされるんだったらもう外に出ようか。やっぱり終わるか、まあ、ちょっと言いますかな。多分でも出てってって言われてもおかしくないな。じゃあもうちょっと起きとこう。あー眠い。レオめちゃめちゃなんかネットも早いんで快適です。非現実だからかあんま、ね、眠たいとかならないですね、まあ、お布団があれば多分すぐ寝れると思うんですけど、おはようございます。めっちゃめちゃ寝れたのかな、めちゃめちゃ眠いです。そしてまた、うん、でもまたラウンジも再開されて、結局ラウンジはあれですね、ずっとやっててヌードルとか閉まっちゃうみたいな、もう僕はもうラウンジは全く閉まるって出ていけっていうのと勘違いしたみたいですね。それでねすごく寝れて夢も見ましたね。すごくね横に泣いてよかったんですけど、こんな感じでね、うん、とにかくねでもね寒い寒い、ブランケットくれよっていうぐらいブランケットなかったんで、うん、貸し出しは無理やり寝て、でも起きたって感じですね。無事一晩過ごせて特に寝過ごすことなくいけそうです。
で食器の音が聞こえるんで、ちょっと朝食とかちょっとメニュー変わるのかな、ちょっと見てみましょうか。ということで羽田行きです。今7時なんで2時間前ですね。Can I get a continental set? And red onion potato and egg. Yeah, that's right. Thank you. Thank you. お、お茶食べました。ある服を全部着て寝てました。でもなんかまたちょっと朝の雰囲気が昨日の夜とちょっと明るくていいですね。横の人が食べてるのを見て負けました。機内食も食べれるんだな。ワンタン麺とシューマイ、シューマイはシューマイなんですね。焼き売りではないです。楽しみます。ほぼ同じような時間帯にあれですよ、成田便もありますね。あと関西便も沖縄便もね、なんか朝飛んでたみたいです。キャセイはもう日本便めっちゃ飛ばしてますね。ただね、あの隔離が香港はめちゃめちゃ厳しいというか、なんですね。久々に地上に出てきました。今日もちょっとぼんやりしてます。今気づいたんですけど、ここがね多分ファーストクラスのラウンジですね。私が行きたかったところです。そうザ・ピアノ、今ノーエントリーって書いてますけど、そうビジネスラウンジ行ってねみたいな。でここは隠れてるんですけど、多分これをふわっと取れば、ちょっと見る、ふわっと取れば多分ファーストクラスになってます。今は閉まってます。それでもう一つの方のねラウンジはやってるみたいなんですけれども、来た時になんか行けないみたいな感じで行ったと思うんですけども、そっちは多分あの中国の大陸の方に行くフライトとかあったりとかして、また別のとこなんですね。それで逆走が多分あの そっちに行くことはできないんですよね。なんで乗り継ぎ多分利用はできない感じなのかな、香港出発なら多分香港出発で日本に行くとかなら利用できると思いますけど、またじゃあ香港に来た時にあの利用したいですね。東京梅田、かっこいい。キャセン久々です。かなりお客さんいそうですね、ファンワールドエメラルド、ね、ファースト使えるのでこっちから行きましょうか。おーすごい、香港のシステムはすごいですね。顔認証、あ、顔でも確かに登録してるわ。まだ準備中でしょうか。ここで待つって感じですね。今回あの香港エクスプレスの搭乗券なんで、ステータスも全く何も書いてないんで、ラウンジでも
優先搭乗でも違いますって、大体あの空港機材変えてくれるんですけど、まあ、もうこのままね、あのって感じなんで、まあ、そういった時はプラスチックのステータスカードやっぱ役に立ちますね。それで今回もちょっと待ってって言われそうだったんですけど、あ、OKOKOK みたいな感じで行っていただきました。 JAL のこのステータスも来年の3月までなんですよね。それで維持がちょっとできないんで、私普通の平 JCC になります。はい、コロナで延命していただいたんですけども、あんまり使えてないですね。これはプレーコです。64K、ここだ。何気にキャセイ色ですね。それで 64K というですね、今回座席に表しました。トリプルセブン、はい、300ER。 以前ファーストクラスにニューヨークからバンクーバー遊園券のやつで乗りましたけど、世界一周航空券のとき、この機材は多分ファーストクラスはないんじゃないかな、最高ビジネスだけかな。それで何よりね、日本へのフライトなのに日本人がね誰もいないっていうね、まあ、いないことはないと思いますけど、ほぼ多分いないですね。香港の方か、あと欧米人の方もいらっしゃって、多分乗り継ぎやつでしょうね、うん、そんな感じの、なんかこう日本と羽田に行くような雰囲気ではなさそうな感じ。まあ、コンタクト入れるかちょっと迷ったんですけども、寝足りないっていうところもあるんで、多分機内でも寝る可能性があるんで、コンタクトはちょっとつけずにこの不評のメガネでちょっと行きます。ゾフで3000で買ったやつなんですけど、4時間のフライトになりますね。 Our one row flight to Tokyo. This flight is operate in conjunction with Japan Airlines. To our members, it is a pleasure to see you again.If you're traveling with hand luggage or large items, make sure they're stored in the overhead compartments for takeoff and landing. Chemical, please prepare door for departure and cross check. Thank you. So, Zach? Oh, yeah? Yeah, welcome aboard. My name is Joe. Oh, good. And together with Keiko today, I'm the flying hours, 2 hours, 10 minutes. Okay.So you need anything, you just look. Thank you. ワンワールドエメラルドということもあってか、わざわざ挨拶に来ていただきました。香港で空気すごい来てましたけど、外に出るものは一切なかったんで、それでも半日間ぐらいラウンジに休憩に来ましたけど、やっぱりいいなと。エメラルドデザインとかも洗練されるんで、またちょっと台湾とは違う。そんな長くないんで、早く配らないと近づいちゃいます。イングリッシュプリーズ。 You want egg with pasta sausage or the noodle beef pork?
ビーフボールです。たくさん3つぐらい選択肢ありましたけど、なんかソーセージか、なんかヌードルか。あれ？まあいいや。なんかビーフボールにした気がするけど、こっちは美味しそう。正直言うと、でもラウンジのご飯が美味しすぎて、やっぱりそれに比べるとあれですけど、これがビーフボールか。まあまあ、でも美味しいです。映画とか見てたら意外としっかり寝てたようで、あの機内の中ではそんな眠たくないですね。まあ、帰ったら疲れるんでしょうけど、もう九州あたり、福岡だとね、香港も近いですね。もう着いてるってことですかね。逆に北海道だとまだまだですね。今横の方おトイレに行かれてますけど、3列ファースト席だとやっぱりこのフライトでもきついですね。ヨーロッパとかアメリカだとかだとめちゃめちゃ厳しいっすね。だんだん飛行機もまさかでもキャセイでこんだけ乗ってるとは思ってませんでした。確認がありますからね。In a few minutes. アクアライン見えてきましたので、はい、着陸ですね。1週間分だ台湾にいたの、ちょっと日本楽しみです、うん、楽しかったですね。すごい人、これは時間もかかりそうですね。そう、マイ SOS アプリって言ってたんですけども、マイ SOS ってまあ今までね、コロナ禍になってからまあ入国ではおなじみだったアプリがあるんですけど、それじゃなくてなんかビジットジャパンみたいなね名前のやつに変わってて、もマイ SOS アプリは使わなくて、そっちの会員登録をして、まあ、同じような仕組みなんでね、なんかやるっていう風な
変わってますね。まあ、じゃあね、あの日本が観光客受け入れるようになってということだと思うんですけど、ちょっと皆さんもお気をつけください。MySOS アプリじゃなくて、なんか違うやつ使わないで。お疲れ様でした。いや、思った以上に人でびっくりしましたね。到着しました。そんなにも到着便が多くなかったからかということもありまして、まあ、意外とあっさりね、いつものように入国することはできて、でも日本人のね、自動化ゲートを使ってる人はほぼおらず、でも入国のところは、ね、一般の、まあ、だから海外の方ですよね、めっちゃ並んでたんで、本当に多くの、ね、世界中の人が今日本に、まあ、来てるのかなっていうのを感じ取ることができましたね。香港便は、まあ、もちろん香港の方もいらっしゃるんですけど、なんかニュージーランドとかいろんな乗り継ぎで日本に来られた方もいるみたいで、あんまり羽田経由でまた第三国に行くっていうのはあんまりいないんじゃない、まあいないことはないと思いますけど、アメリカ行ったりとかいると思いますけども、いないのかなっていうふうに思いました。まあ、そういった方は成田が多いですかね。ここのシャワールームはですね、懐かしいんですけど、私も利用したことありますけど、閉まったままでありますけども、羽田空港とかたくさんの外国人の方が来てね、なんか活気戻ってきていいなっていうふうにね思いましたし、今回はね、まあ、あえて香港経由で台湾からですねちょっと帰ってきたんですけども、ファーストクラスのラウンジに入るのはね最大目的だったんですけど、ちょっとそれは達成できずということだったんで、ぜひまたね香港がもうちょっと制限緩くなってね、入国とかもしやすくなったらね、ちょっと訪れて、まだ期間内にね、またちょっと今度こそリベンジしたいなというふうに思っております。こんな感じで今回の動画を終わりたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またどこか海外にも行きたいですね。はい、それでは。